研究棟国立土木学校は、フランスの理工系高度職業人養成のための、特別高等教育機関、理工系グランゼコールの一つ。最も歴史のある、最難関名門グランゼコールの一校であり、理工系グランゼコールの中でもエコールポリテクニークや、パリ国立高等工業学校と並び、トップ校の一つとして君臨している。エコールなしのオールで、 ポントスイ・ショーシーズという名前なので、インプック、ポントスイ・ショーシーズ、もしくは、エコール・デ・ポントスと呼ばれている。もともとは、パリ中心地に、キャンパスがあったが、そのキャンパスを、ビジネススクールに残し、理系本校は2000年に、パリ郊外のシャンシュル・マルヌにキャンパスを移動した。近年、国立土木学校は、エコール・ポリテクニーク、パリ国立高等工業学校などともに、 ペリステックに加盟している。それに伴い、2008年7月1日から、エコールでポントスペリステックを通称としている。近年、東京大学、東京工業大学と本校の間で、ダブルディグリープログラムが締結されており、毎年数名の学生を本校へ派遣している。同様に、本校からも、日本へ学生が派遣されている。1747年、 最古のグランゼコールとして、ルイ15世の直例によって、国家建設に、不可欠な土木、建築領域におけるテクノクラート要請を、目的として創立された。当時の名称は、王立土木学校。歴史的には、土木建築、交通、環境、都市計画、工業、産業工学、ロジスティックスの領域に強みを持ち、 近年では90年代にビジネススクールを設立したのに加え、2000年に入ってから消化系のグランゼコールであるアセクト、業務提携し、パリ経済学校創設メンバーになるなど、経営学や経済学にも得意領域を拡大し、即戦力のビジネスエリート育成に力を注いでいる。国立土木学校は歴史的に産業界における、 即戦力の経営リーダーを育成してきた経緯も踏まえ、特定領域に対するスペシャリストの育成よりも、汎用的なエンジニアやビジネスマンを育成することを、モットーとしてきた。提供する教育プログラムは大きく以下の3つに分類される。また、国立土木学校は、エコールポリテクニックからの継続新学校でもあり、コープスで、 コンと推奨シーズという特設コースも用意している。各工学プログラム PHD プログラムは以下の6つの学部から提供されている。また MBA プログラムはインプックスクールオブインターナショナルマネージメントから提供されている。以前は MBA 東京校を設置していたが名古屋大学との提携のため移転。現在は世界戦略の一環で アジア地区においては、上海の大学と提携している。また、テンプルユニバーシティとも現在、パートナーシップを組んでいる。国立土木学校は、インリアと共にサイラブのリード推進組織である。パルマリス・デカル・ディ・インジーニアズ 2018-LEPOINT.FR、fr 技術系のグランゼ・コール・ハットトップ・ユニバーシティーズ・イン、フランス2018。 h t t p w w w l i n k c h i n c o m c o m p a n i e s 新場上海インターナショナル mba-http://www.enpcmba-paris.com スラッシュプログラムススラッシュ mba-tri-con-tin-ent ありがとうございます。